いたしました。ただいまから令和4年度当初予算案等にかかる記者会見を始めます。最初に知事から令和4年度当初予算案の概要について説明していただき、質疑を受けさせていただきます。質疑終了後、知事はそこで採決となります。その後、総務部長から令和4年度当初予算案の詳細及び令和3年度2月補正第15案の概要について説明いたします。それでは知事、よろしくお願いいたします。それでは私から、令和4年度の当初予算案について説明をさせていただきます。少し長いんですけれども、お付き合いください。令和4年度当初予算案につきましては、2月14日に召集する県議会に提案いたしますが、その概要についてご説明申し上げます。まず1ページの1、予算編成の基本的な考え方についてであります。県政150年の節目となる令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立を図るとともに、人口減少をはじめとした県政運営上の重要課題に的確に対応するため、新宮城の将来ビジョンに掲げる宮城の将来像の実現に向けた取り組みを着実に推進することが重要であります。また東日本大震災からの復旧復興に向けては、被災者一人一人に寄り添った切れ目のない支援や、震災の記憶や教訓を風化させることなく伝承していくための息の長い対応が必要となっております。このような考え方に基づき、令和4年度当初予算では、感染症対策と復興完遂に向けた施策に着実に取り組みつつ、若者の県内定着や子ども・子育てを社会全体で支える環境整備、外国人材の受け入れ促進など、本格的な人口減少局面を見据えた施策のほか、脱炭素社会の実現やデジタル技術の活用に向けた取り組みに関し、積極的・重点的に予算編成をいたしました。合わせて財政の健全化と持続可能な財政運営の実現及び県躍進に向けた予算重点配分の実現を主眼に策定した宮城財政運営戦略第3期に基づく歳入・歳出両面にわたる対策を計画的に実施してまいります。予算の概要といたしましては、通常分は感染症対策に必要となる経費を盛り込み、一般会計といたしましては過去最大となる1兆868億円を計上いたしました。また震災対応分は278億円を計上し、被災地の実情を踏まえ、震災復興の完遂に向け必要な額を確保いたしました。この結果、令和4年度一般会計当初予算は前年度を上回る1兆1146億円となりました。次、2ページ目をお開きください。次に2、主な事業についてご説明いたします。令和4年度政策財政運営の基本方針に掲げた政策推進の基本方向に沿って記載しております。はじめに1、新型コロナウイルス感染拡大防止対策と社会経済活動の両立についてであります。まずワクチン接種加速化推進費では、大規模接種会場での追加接種を進める経費を計上するとともに、感染拡大傾向時の一般検査費においては感染拡大の兆候があった際の無料検査に取り組みます。また医療提供体制整備費を拡充し、病床確保を引き続き進めるとともに、医療機関等設備整備支援費では、診療や検査に必要となる設備整備への助成を行ってまいります。このほか、検査体制構築費や地域外来体制整備費では、ドライブスルー形式による検体採取場や地域外来検査センターの運営を継続してまいります。また、宿泊療養施設等確保費を拡充し、療養体制の整備を図るほか、3ページに移りまして、介護を必要とする高齢者や障害者が感染した場合も想定し、ケア付き宿泊療養施設確保費と障害者宿泊療養施設確保費を計上しております。また、飲食店に営業時間の短縮要請等を行う場合に備え、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金をあらかじめ計上するほか、
つながりサポート型女性活躍推進費やフードバンク支援費、4ページに移りまして、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援費を計上し、困難を抱える方々への支援を行ってまいります。需要の創出や事業の継続支援に向けては、宮城キャッシュレス推進ポイント還元費を新たに計上し、小売業やサービス業への支援を展開するとともに、生活拠点等の整備を行う企業への支援として、サプライチェーン構築支援費を計上しております。このほか、中小企業と事業再構築支援費では、持続可能な経営形態への転換などに向けた支援を実施いたします。5ページに移りまして、畑地転換支援費では、主食用米から園芸作物への作付け転換支援を行うほか、県産品インターネット販売支援費や、県産水産物販売促進支援費によりオンラインモールの活用や量販店における県産品の販売促進策を講じてまいります。次に2、被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポートについては、宮城地域復興支援費や地域コミュニティ再生支援費などを計上し、被災者の生活再建や見守りといったさまざまな活動や住民が主体となったコミュニティ再生への取り組みを支援いたします。6ページに移りまして、被災者の心の問題への対応拠点として心のケアセンター運営支援費を継続するとともに、学校生活に困難を抱える児童への対応にあたっては、緊急スクールカウンセラー等派遣費や宮城子どもの心のケアハウス運営支援費による支援を継続いたします。回復途上にある産業なりわいの下支えに関しては、中小企業等復旧復興支援費、いわゆるグループ補助金による支援を継続するほか、事業再開などにあたり、被災求職者を雇い入れる際の経費助成として緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費を計上しております。また食の安全確保支援、食の安全確保対策費を引き続き計上し、農林水産物を対象とした放射性物質検査を実施するほか、震災の記憶や教訓の伝承に向け東日本大震災被災地情報発信費を計上しております。7ページに移りまして、県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進についてであります。まず、ものづくり、中核企業、AI、IoT 導入等支援費では、地域経済を牽引する企業が行う AI、IoT 等を活用した生産性向上等の取り組みを促進するとともに、放射光施設設置推進支援費を計上し、令和6年度の本格運用開始に向けた次世代放射光施設の整備を支援いたします。このほか、新たに計上した中小企業等デジタル化支援費では、県内中小企業のデジタル化に対する意識の底上げを図るため、専門家の派遣やサービス導入への支援を行ってまいります。次の観光誘客支援費では、宮城県の誕生から150年を迎えることを契機に、県との歴史や文化を振り返り、地域の魅力を発信する観光キャンペーンを展開するほか、外国人観光客誘致促進費についても引き続き計上しております。またコロナ禍による環境変化を踏まえ、海外への県産品の販路開拓に取り組むため、県産食品海外ビジネスマッチング支援費を拡充いたします。8ページに移りまして、県産品デジタルマーケティングモデル構築費では、今年度開設した県産品アンテナサイトを通じて得られたデータの活用など、デジタルマーケティングの取り組みを推進いたします。また、アグリテック活用推進費により、農業分野の生産性向上を進めるほか、実需対応型宮城米普及費では、金の息吹など実需者のニーズを踏まえた県産米の作付けを推進いたします。水産関係といたしましては、養殖生産体制強化費では、立地の制約や自然環境の影響を受けない閉鎖循環式陸上養殖研究施設の整備を進めるほか、スマート水産業推進費では AI による自動魚種選別機能実証実験などに取り組みます。また高等技術専門校再現整備費を新たに計上し、
ものづくり人材の育成拠点の再編整備を進めるとともに、9ページに移りまして、生産年齢人口の減少に伴い、さらなる活躍が期待される外国人材の県内定着に向け、外国人材マッチング支援費を拡充いたします。このほか、宮城森林林業未来創造カレッジ運営費においては、林業に興味をお持ちの方からトップリーダーまで幅広い層を対象とした研修を開催し、担い手の養成を図ってまいります。次に4、社会全体で支える宮城の子ども・子育てについてであります。我が県の合計特殊出生率は全国的に見ても低い状況にあることから、継続的な対策を講じるため、次世代育成応援基金造成費を計上いたします。その財源をもとに、統合型地域スポーツクラブと連携した子育て支援のほか、子どもを希望する夫婦への支援として、不妊検査費用、助成費を新たに計上しております。さらに結婚から子育てまで切れ目のない支援策として、結婚応援パスポート、子育て支援パスポート普及費を計上いたします。また、宮城どこでも授乳室プロジェクト推進費では、子ども連れの皆様が外出しやすい環境づくりを目的とした置き方授乳室の設置促進に向け、県産木材を使用した授乳室の生産や普及に向けた市場調査などを行います。10ページに移りまして、若い世代への少子化対策強化費では、宮城結婚支援センター宮まりを拠点とした AI マッチングシステムの活用を進めるほか、市町村や地域の実情に応じて実施する対策を後押しするため、少子化対策支援市町村交付金を拡充いたします。次の医療的ケア等体制整備推進費においては、医療的ケアを必要とする児童やその家族を社会全体で支えるための相談支援センターを設置し、さまざまな相談対応や関係者による連携を図ります。また、子ども食堂の立ち上げを支援するなど、子どもの居場所づくりを進めるため、子どもの貧困対策推進費を計上するほか、ヤングケアラー支援体制整備費を新規計上し、学校、現場と連携し、県内の実態調査を行うとともに、専門家の配置や民間団体と連携した相談体制の構築を図ってまいります。また、部活動指導員配置促進費では、県立高等学校における教育環境の改善や教員へのサポート体制の充実を図りますほか、11ページに移りまして、教育 ICT 活用促進費では、オンライン教育推進費等の観点から ICT 支援員の配置を拡充し、授業における ICT 機器の効果的な活用支援を進めます。さらに、私立学校助成費では、私立幼稚園の運営費に対する補助について、県による加算を拡充し、安定的な運営につなげてまいります。次に5、誰もが安心して生き生きと暮らせる地域社会づくりについてであります。新たに計上いたします女性応援プロジェクト推進費では、若や若年女性層の県内定着を図るため、大学生や企業に対する意識調査や情報発信に取り組んでまいります。12ページに移りまして、外国人児童・生徒受け入れ拡大対応費では、学校現場へのサポーター派遣やオンラインによる日本語教室などを開催するほか、次の宮城農業女子育成プロジェクト推進費と水産加工業女性活躍推進費では、新規就農者の確保に向けた女性を対象とする農業体験や水産加工業における女性の活躍を目的とした伴走型支援を行います。オリンピック・パラリンピック競技大会レガシー継承費では、アスリートとの交流事業や時代を担う競技者への支援を進めます。次の県民会館 NPO プラザ複合施設整備費では我が県の文化芸術や民間非営利活動などの民間非営利活動のさらなる振興を図る拠点として、複合施設に係る新築設計業務に着手いたします。このほか、多賀城創建1300年記念事業費では、創建1300年を迎える令和6年に向け、各種記念事業を展開いたします。13ページに移りまして、新たに計上する仙台医療圏地域医療構想推進費では、
政策医療の課題解決に向けた仙台医療圏の現状分析及び新たな拠点病院構想の検討に取り組んでまいります。また介護人材確保対策緊急アクションプラン推進では人材確保に向けた緊急対策を進めるとともに介護現場における外国人材の確保の観点から外国人介護職員の資格取得を支援いたします。このほか特別養護老人ホーム建設等支援費を拡充し既存の特別養護老人ホームについて長寿命化に資する改修を行う場合の補助制度を創設いたします。また障害者差別のない共生社会推進では昨年度に制定された条例の理念に沿って差別の解消に向けた普及啓発に取り組むとともに14ページに移りまして働く障害者のための官民応援共生社会推進費を新たに計上し障害者の経済的自立や社会参加に向け県内企業等との応援体制を構築し受注機会の拡大を図ります。このほか安全安心まちづくり推進費を拡充し夜間休日における性暴力被害にかかる相談体制の強化を図るほか警察署建設費では仮称栗原警察署及び岩沼警察署の庁舎建設を進めるとともに特殊詐欺被害防止対策費を拡充し被害の未然防止につなげてまいります。続きまして6、強靭で自然と調和した県土づくりについてであります。まず、2050ゼロカーボン推進費において、地球温暖化対策としての県の新たな計画を策定するとともに宮城二酸化炭素排出削減支援費を拡充し事業者に対する二酸化炭素の排出削減への支援を進めます。また新たに計上するカーボンニュートラルポート形成計画策定費では脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化など仙台塩釜港における計画づくりを進めます。次のスマートエネルギー住宅普及促進費では高い省エネ性能を持つスマートエネルギー住宅に対する補助制度を拡充するとともに水素エネルギー利活用推進費では物流部門における二酸化炭素の排出削減に向け燃料電池自動車の導入などを支援いたします。15ページに移りまして野生鳥獣保護管理対策費と鳥獣害防止対策費では野生イノシシ等の個体数管理や ICT を活用した捕獲による農業被害の防止に向けた取り組みを継続します。また原子力防災研修調査費においては環境の変化などを踏まえた避難交通シミュレーションを行うとともに緊急時避難円滑化推進費により避難待機時検査所検査等場所のハード面も含めた改善策を検討いたします。続きまして道路維持管理技術実証費では道路橋梁の維持管理の効率化を目的としてビッグデータやドローンを活用した実証実験を行います。また上行下水一体官民連携運営費では宮城型管理運営方式の運営状況や水質検査に関するモニタリングを行うほか、さまざまな手法により正確な情報提供と説明に努めます。以上、令和4年度当初予算案の概要についてご説明いたしました。なお、当初予算案の詳細及び令和3年度2月補正予算第15案の概要につきましては、後ほど総務長から説明いたします。以上でございます。はい、ありがとうございました。ただいまの説明について質問を受けたいと思います。質問に対しましては初めに社名をお名乗り願います。それでは質問ございますでしょうか。今回の令和年度補正予算案これですけども年度をつけるとすればどういったお名乗りになりますでしょうか。もう土屋さんがそういうのを言うなら出すしかない。来年度の新年度予算ですがこのようにネーミングいたしました。宮城の未来を育むハードブル予算、宮城の未来を育むハードブル予算、このようにネーミングいたしました。
令和4年度は新ビジョンの取り組み2年目を迎えます。今後急速に進む人口減少社会に対応するため、若者の県内定着や子ども・子育ての社会全体での支援、外国人材の受け入れ促進等に重点的に取り組むための予算のほか、復興の完遂に向けたきめ細かなサポートや新たな日常の構築や抜本的なデジタル化へのシフトなど、ウィズコロナ、ポストコロナも見据えた予算案となっております。新型コロナウイルスの感染拡大で県民の皆様が大変な状況に置かれておりますが、さまざまな方々の願い、思いを詰め込み、優しさや愛にあふれたハートフルな予算にしたいとの思いを込めて、このネーミングにいたしました。宮城の未来を育むハートフル予算です。ちょっと今までの予算と違うでしょ。最後、はい、よろしいでしょうか。まだもう一回、もう一度、いいですか。 OK、 下げるよ。はい、はい、では他にございませんでしょうか。いいよ、はい、どうぞ。まあ、今回ハートフル予算ということですけども、はい、今までどちらかというと、まあ、経済の未来というイメージが強かったんですけども、はい、今回かなり福祉の認識というようなをよく2回なんかやった条例なんかありますけども、はい、そういった側面が強く感じられるんですけども、はい、今回その5つ目の一番最初の予算を組みにあたって、はい、そういった予算にしたという何かこう意図というか意欲というのはおありなんでしょうか。はい、今まではですね、少子高齢化でありましたけども、人口減少ということはあまり影響がなかったわけですが、いつも言いますように、これからジェットコースターにですね、人口が減り始める。高齢者はまだ増えるんですけれども、社会全体の人口がどんどん減っているということです。でその一番減る要因はですね、まあ、若い人、子どもが少なくなるということであります。したがってそうしたところに今のうちからしっかりとくさびを打っていくということが重要だろうと考えました。まあ、そこが全体として社会保障福祉関連の予算が膨らんだということになると思います。おかげさまで、経済の基盤はですね、十分ではありませんけれどもかなり出来上がってきて、発展税等を活用してですね、引き続き、しっかりと職員が動けるようになりましたけれども、まあ、今後はそういった部分ですね、社会保障福祉の部分にしっかり力を入れていく、これが重要だと考えたということであります。はい、はい、他にございますでしょうか。はい、じゃあどうぞ。いいよ、大新聞のね、県の財政状況について、はい、今回まあ、財政の繰り上げ必要条件を計上するということで、まあ、いろんなコロナ対策も行っている中で財政状況、まあ、厳しい部分もあるのかなというふうに見ております。はい、現状の今県の財政の状況と財政の利益について見通して今の状況について、はい、細かいことは総務省に聞いていただきたいと思うんですけども、余裕は全くありません。全くありません。特に実は今年度ですね、税収が厳しくなるだろうということで、国から、交付税や あとは臨済債ですね、かなりしっかりと頂戴していたんですね。したがって見た目はですね、非常に財政に余裕があるように見えるんです。でところが、これから3年かけてですね、それを調整するというふうに国から言われておりまして、分かりやすく言うとお金の返せではなくて来年から来るお金がですねガッと減らされて、3年間で200億円ぐらい減るんではないかということが見込まれているということです。これを来年で調整していかなければなりません。今のままこのままですね、この予算を全部使い切ったとするならば、これこういったことを続ければ3年後には資金ショートする、この資金ショートって
資金ショートする可能性もあるということですので、しっかりと、まあ、無駄な予算を使わないように、少しでも、必要なところに必要な経費を回していって、お金は新しいものに、次のものに回していくような仕組みを作らないとですね、財政的に、非常に厳しくなるというふうに私は見ております。それから今年度の末あたりは、まあ、今年度の末あたりはかなりお金が残っているように見えると思うんですけども、決してそうではない、かなり厳しいということです。来年度以降調整されてしまうということです。はい、どうぞ。通信の川村と申します。今回もコロナ対策がかなり大きな支持を占めていると思うんですけれども、こういった当面の対策をしつつ、今後アフターコロナに向けた対策については、そのあたりの知事の思いとしてはどのように反映されているんでしょうか。はい、とりあえず今はですね、コロナ対策、これを最優先せざるを得ないというふうに思っておりますけれども、当然、コロナいつまでもこの状態が続くわけではありませんので、コロナが落ち着いたときにですね、しっかりと経済対策が打てるようにですね、検討していかなければならないというふうに考えております。例えば、ということで今回追加配分されました地方創生臨時交付金を活用した事業、あるいは令和4年度に国の交付決定がなされている事業などを中心に1330億円を計上しております。主な事業としてはですね、幅広く需要喚起を促すためのキャッシュレスポイントの還元、あるいは県産品の割引クーポンの発行、介護職員等の処遇改善、サプライチェーンの構築支援費、こういった予算をしっかりと組んでおりますので、その他いろいろありますけれども、こういったようなものを有効に活用することによって、景気の浮揚につなげていきたいというふうに思っております。はい。はい。ちょっと待って。あと、ごめんなさい。あとまだ、経済対策効果の早期発言の観点からですね、国経済対策への対応でございますが、原則令和3年度補正予算で計上しておりまして、約620億円、これ令和3年度の補正予算ですけれども、さらに620億円を計上しております。これにも後から総務部長から説明をいただきます。はい、他に。はい、どうぞ。はい。コロナ対応や持続的な成長促進など、まあ、あらゆる項目でデジタル化であったり AI、IoT 導入への支援というのが新規事業で多く埋められるんですけども、改めてこちらの狙いを、デジタル化 IoT 導入を進める狙いみたいなものを教えてください。はい、長い目で見るとですね、やはり人口が減ってくるということです。つまり過疎化が、進んでいく、そこで加速が進んでいく中でですね、効率的な行政運営、まあ、そうなると税収が減ってきますから、より効率的な行政運営をしていかなければならない。そして、離れたところにもですね、適時適切な情報を伝えなければならない。できるだけ、交通インフラが整わなくなってまいりますので、ごめんなさい、車、バスなどがですね、走らなくなりますので、そういったところに時に家にいて、買い物ができるような仕組みを作らなければならない。つまり、少子高齢化を考えますとですね、デジタル化というものは避けて通れない、誰もが使えるようなそういう仕組みを構築していく、それ誰もが、有効に活用できる、でこういった形を取っていかなければならないと私は考えておりまして、まあ、国の政策もありますので、それにこうした形でデジタル化、また AI、IoT を活用する、こういったようなことを積極的にやったということであります。事業者に対してもかなり手厚い支援があると思うんですけれども、はい、今の現状はやっぱり宮城県、ちょっと AI とかデジタル化っていうのは進んでない中で、こう支援を手厚くするみたいな面もあるんでしょうか。決して宮城遅れてるということはないと思います。まあ、東京のような、ああいったところに比べると遅れてますけれども、それ以外の地域と比べるとですね、宮城が特段遅れているということはないんですが、やはり早め早めにですね、東京に追いつき、多くという形にしていかなければならないと考えていると思います。はい、他にございますでしょうか。はい、どうぞ。
読売新聞の彼女です。前年度より震災の費用が少なくなってしまったんですが、まあ、そのことについてと、まあ、今後もどのようなケアが必要なのか、知事から改めてお願いします。はい、まあ、これはハード事業が、ほぼほぼ終わって、まあ、あと1年、自己繰り越しをした事業がありますけれども、まあ、この部分がほぼ計上されたということ、それからあとはソフト対策で、まあ、心のケアであったり、不登校対策であったりですね、そういった対策のための予算が計上されたということです。でおそらく、来年になるとさらに大きく減るだろうというふうに思います。何かあった？いいですか？はい。あ、そう。ごめんなさい。自己繰りは過去の予算でなんで、今回の予算にはされてないんです。ですから今回の予算は自己繰り予算ではなくて、どちらかというとやはり、ソフト事業がメインということで、ごめんなさい。訂正します。はい。他にございませんか？コミュニティ支援ですね。コミュニティ支援、心のケア支援、そういったようなものですね。はい。ちょうど年に結構無理くりで恐縮なんですけど、防災効果、防災訓練がですね、住民参加でないということで、まあ、今後、県のですね、それ、ちょっと予算、予算の面でも、予算の面で、県の予算でも、まあ、県のですね、訓練として住民訓練をされたいという、まあ、ことだと思うんですけど、その費用というのは、例えば15ページのこのようなこの費用には含まれて、いるのでしょうか。つまり次の来年度の県のでのこの訓練を想定したような、これには書いてないんじゃないの？これには書いてません。別に計上されております。これは本当に主なものだけじゃ、この当初の中の別に、はい、これは本当の主だったものしか入れてないので、細かいのは全然入れてないので、全部入れたらファイナルようになっちゃうので、ですから主なものだけ、まあ、皆さんが記事にできるようなものだけ入れたんですけど、それいくらか聞きたいというのは後で内訓します。わかりました。いる？まあ、よければ。よければじゃあ後で、後じゃあ小室さんに質問するなり、うん、聞いてください、はい、でさっきのその訓練については後にした方がいいですかね。後で、待ってください。はい、後で全然別件の、今日記者会見やってないんで、他の件は後でやります。はい、他にございますでしょうか。あんまり遅くなってニュースが間に合わないかな。はい、はい、じゃあ。どうもどうぞ、ラムマルテです。新規の中で日本語学校建設検討費がありますけれども、改めてその狙いと、外国人のその受け入れ作戦について、外国人の受け入れの作戦について、改めて次のお考えをお願いいたします。はい。まあ、これは検討する経緯ですので、まだどうするかというのは決まっておりません。職員には今コロナで外国人の方が来れなくなっていますので、まあ、慌ててしなくてもいいよと、しっかりと検討しましょうという話をしています。でイメージはですね、私のイメージは北海道の東側町にある日本語学校で、あれ公立の学校なんですよね。私立でやってもらうという方法もあります。でどうなるかまだ分からないですが、私立の学校に仙台市以外の場所でやっていただくという方法もありますし、仙台市以外の場所で公立の学校を作ってということもあります。いずれにしても、外国人が入ってこないと、もう今どんどん人口が減ってきますので、若い人たちに日本に馴染んでいただいて、日本の文化に慣れ親しんでいただく、そういった、施策をですね、進めたいと考えまして、今回、提案をしているということであります。あくまでも検討費ということ。そうです、検討です。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。はい、これ。川口新報。仙台じゃん。はい。今回、ハートフル予算ということですけども、私のバックボードにあるように、不健躍進というのが、常に、掲げているところだと思います。これまで、保育防災拠点とかですね、あとは情報下水の、一定管理連携とかですね、そういったプライカラーを押し出すような授業もしてきました。
そのこれまでの施策をより充実させていく思いというのも一方であるというふうに考えてよろしいでしょうか。はい、県宮城というのは、ここで終わりということではなくてですね、宮城県政の重要な柱、今回の新ビジョンの4本柱の一番やはり最初には原句言葉を書かせていただいております。そういった意味では一丁目一番地であることは変わりはないということです。でしかも、人口が減ってくるわけですから、それに対応するための乗降下水であったり、空港の民営化であったり24時間化、こういった施策はですね、これからも積極的に、まあ、いろいろ意見はありましても進めていきたいというふうに思っております。で同時に、先ほど言ったように、人口減少に向けて、必要なことは外から人を入れる、宮城県内にいる人の中で人を増やしていく、そういったようなことを考えていくというようなことでですね、今回このような予算編成をさせていただきます。すみません、今回新規で、県民会館 NPO プラザなど、事業費とですね、あとは、仙台医療圏地域医療構想推進、県ではあるけども、市町村と連携した取り組みが必要になる事業が、散りばめられていると思うんですけども、新年度に向けて、県と市町村の連携が仕方、その辺について、どのような考えか改めてお伺いします。はい、今までもそうですけれども、県は、市町村と一緒になってやっていく、そして市町村のために存在するという意識が全く変わっておりません。何をやるにしてもですね、市町村と手を合わせて一緒になってやっていきたいというふうに考えております。決して対立構図を作るための政策であってはならないと思っています。ただし、宮城県全体の利益になると思ってやることで一部の自治体、市町村とやっぱり少し利益が合わない場合もあるかもしれませんが、その時はやっぱり私は宮城県知事として対極的に全体の利益につながる、宮城県の全体の利益がどこにあるのかということを見据えてですね、判断をしていくことになります。でそしてそれぞれの市町村とよく話をしていく、説明をしていくという、そういう姿勢で臨みたいというふうに思っています。はい、他にございますでしょうか。よろしいですか。なければ知事からの予算の発表についての質疑を終了します。